自分から誰かに貢献するという意識がない人は完全地獄行きです。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。地獄に落ちる人のサインについてお話しします。冒頭から怖いことを言います。あなたは無意識のうちに地獄に落ちているかもしれません。地獄というのは苦しみから逃れられないあの世ではなく、心が満ち足りる生き方をしていないこと、これが地獄です。このように心が満ち足りていない生き方が地獄だとすると、多くの人が無意識のうちに地獄に落ちているということができます。これはガキのような生き方、あり方とも言うことができます。どれだけ食べても満足できない、どれだけお金があってもなくても幸せになれない、そのように普通に生きていたとしても気づかない間にいつの間にか地獄と化してしまう、そのような生き方をしている人には共通の特徴があるんです。地獄に落ちるような、そんな人のサインまたは特徴を知ることで、地獄に落ちることから救われたり、地獄から抜け出すことが可能になります。そのことをお伝えしたいと思います。そのような満ち足りた生き方ができない、これを地獄だとすると、これは次元上昇せずに人生を終えること、覚醒せずに終えること、これも地獄だと言えます。自分の思い込みにとらわれ、高次元の存在として生きることができない、そんな状態、まさに地獄です。地獄に落ちてしまい、自分自身を向上させる、日々上がっていくような暮らしができない、人生を無意味に過ごし、モヤモヤのまま生きていくこと、そういう生き方をしている場合、常に利己的になってしまったり、過去や未来にとらわれ、他人への感謝もなく、見えない領域の力やご存在を信じられない状態になります。そういう意味では多くの人が自分では気づかずに地獄にはまってしまっている、地獄の中を生きている、そんな人が多いんですが、そこには特徴があります。つまりその特徴を知り、現状を把握することができると、地獄から脱出は可能です。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは地獄に落ちる人のサインを知ります。地獄に落ちる人の特徴も分かれば、自分自身や他人の様子を冷静に客観的に把握し、地獄から抜け出す方法も見出すことができます。また顔の特徴などからも自分の内面を見つめ直すきっかけにもなる大事な話をお伝えしますので、今日の動画を最後までご覧ください。地獄とは、冒頭でもお伝えしましたが、次元上昇せずに人生を終えること、一生覚醒できない人になること、これは地獄なんです。つまり自分が見えている世界を地獄にしてしまっているということができます。あなたはこんな話を聞いたことがあるでしょうか。天国も地獄も全く一緒、ただそこには美味しいご馳走があるんだけれども、それを食べるのは長い箸しか使えない、ただ地獄では箸が長いので自分で食べることができない、だからみんなお腹空かせている、苦しんでいる、これが地獄。でも天国は同じなんですが、お互いがお互いに食べさせ合っている、みんながニコニコと楽しく食べ合っている、それが天国。つまり地獄は地獄に行くべき心の在り方があり、そのような生き方をしているから周りが地獄へと変わっていくと言えるんです。ではあなたが地獄に行かないために、もしくは地獄から抜け出すために知っておかなければいけない地獄に落ちる人のサイン4選をお伝えします。1つ目、メリットがあるかどうかをすぐに考える人。メリットがあるかどうかを考えるのは必要なことだし大事なことです。でもまずそれに目が向き、下手をしたらそこから先の考え方ができない、つまり利己的なことしか考えられない、ベクトルが自分向きにしかなくて、自分から誰かに貢献するという意識がない人は完全地獄行きです。2つ目、どうしよう、やらなきゃよかった、最悪だ、このような言葉をよく言う人。このどうしようとか、やんなきゃよかったとか、最悪とか、これはまさに過去にとらわれています。そして未来を心配しています。これもこればかりでは地獄に落ちていきます。まさに地獄行きです。3つ目、絶対とか何々に違いないとか、こういう断言の言葉をよく使う人、これも地獄に行きます。
絶対とか違いないというのはほとんどが自分の思い込みであり、自分が目にして自分が体得したものではなく、受け売りの知識から言っていることがほとんどです。これは残念なことにテレビやニュースで思い込まされてしまっている、信じ込まされてしまっているということもありますけれども、自分の目で見ていないことをあたかも真実であるかのように話す人は高次には上がれない人です。つまり地獄に行くしかないんです。4つ目、神様はいない、神様見たことあんのというようなことを言う人、これはつまり無神論者、唯物論者、これは地獄に落ちます。見えないものを信じるのであれば空気も信じないでほしいと思ってしまいます。感情も見えないのにあるということがわからないんでしょうか。高次元の存在であればあるほど見えない力、見えない流れを大事にしています。大きくこれが地獄に落ちる人の特徴4選。では見た目でわかる顔の特徴の4選、地獄に落ちる人の顔の特徴です。1つ目、眉間にシワが寄っている人。この眉間にシワが寄る人は怒りっぽいです。またずっと悩んでる人も眉間にシワが出やすいです。これはそうだったら絶対にそうだとも言えませんけれども、そういう可能性があるなと見てください。2つ目、目力がない人。無気力な人は覚醒から遠のきます。日々の暮らしは日々毎日次元上昇していくような暮らし方、これがまさに神道でいう暮らしですので、暮らしは無気力な人はできませんし、目力がない人は神道でいう暮らしはできません。3つ目、口角が下がっている人。不愛想な顔の人、口角を上げることが目的ではないんですけれども、愛を知る人は口角が上がりがちです。また不愛想な顔にはなりません。つまり愛を知っている人は覚醒に近いし、愛を知らない人、そのような人は地獄に行きやすいです。4つ目、無表情な人。体には経絡という気の流れが流れています。この経絡が整っていること、きちんと経血と経血をつなぐような気が流れていること、このような人は何をやってもうまくいきます。そしてこの経絡というのは筋肉の動きと連動しています。ですから筋肉が稼働する、稼働できるということはしっかりと経絡が流れていると言えます。このような見方でまとめられた医学をキネシオロジーと言います。そこから考えると、表情が豊かな人は顔の眼筋をよく使っている人です。よく顔の眼筋を使う人は経絡がしっかり流れるので運が良くなります。経絡が流れているのでいろんないい気を引き寄せますし、行動にもつながるので大きく結果が出ていきます。でも逆に経絡がダウンすると筋肉が動きませんので、表情も無表情になるんです。ですから無表情な人は地獄に落ちやすい。逆によく笑い、よく泣き、よく話し、よく噛むといいんです。この4つの特徴はこうだったら絶対そうではないんですが、これらが重なっていると結構やばいと思って、あなた自身が改善する、もしくは改善するようにうまくアドバイスをしてあげてください。では今日の話をまとめましょう。地獄に落ちるという、この地獄というのが心が満ち足りていないこと、感謝を持てない、充実していない、いつでも足りない、苦しい、もっと欲しいと思っている、これが地獄です。このような生き方をしている人は意外に多い。ですからほとんどの人は地獄に落ちていたとしても地獄に落ちている認識がない人が多い。そして自分が今環境が満ち足りていないことを自分のせいだと思わず人のせいにしている。それが地獄に落ちている人です。そのように地獄に落ちる人にはサインが現れたり特徴が見られたりします。そのサインや特徴を知りさえすれば、自分自身に振り返って、もしくは自分の周りの大事な人に当てはめて、もしかしたらそっちに行ってるかもしれないと考えることができます。すると対処は可能、地獄に落ちない、もしくは地獄から這い上がれる、それができますので、まず今日はその特徴を知ってくださいということでお伝えしました。地獄というのは次元上昇をせずに人生を終えてしまうこと、一生覚醒できない人で終わること、これは地獄だと言えます。そして自分の人生を地獄にするのか天国にするのか、それは自分が決めているんです。自分が作り出している世界を地獄にしている。だから自分の人生を地獄にしないことは自発的に可能なんです。
そういった意味で地獄に落ちる人の特徴4選をお伝えしました。その4選、1つ目、メリットがあるかどうかをすぐに考える。2つ目、どうしよう、やらなきゃよかった、最悪だとよく言う、そんな人は地獄に落ちます。3つ目、絶対とか何々に違いないという言葉をよく使う人、これも地獄に落ちます。そして4つ目、神様はいない、神様見たことあんのとよく言う人、この人も地獄行きです。そして地獄に行く人の顔の特徴、見た目の特徴4選。1つ目、眉間にシワが常にある人。2つ目、目力がない人。3つ目、口角が下がっている人、不愛想な人。そして4つ目、無表情な人。これらの4つに当てはまっている場合、気づけば大丈夫です。地獄から抜け出せますので、まずはしっかりと判断してみてください。そして地獄に落ちないポイントは、日々を大事にする。天命地命我命という人生の中で最も大事にすべきものを大事にしながら、感謝を持って生きていること。そして自分は与えられていることを感謝しながらも、自分には足りない部分があることを知り、地球や大地自然に畏敬の念を持つ人。そして日頃の生活の中で、よく笑い、よく泣き、嬉しがったり感動したり、食べる時もよく噛んで食べる人、こういう人は地獄に行かずに済みますので、あなたは大丈夫ですので、あなた以外の人を地獄から救ってあげてください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。今予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、素敵なプレゼントをお渡しすると同時に、大事な天命地命我命に関する情報や、丹田数瞑想という究極の瞑想法についての情報などを配信していきますので、このチャンネルの概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。あなたが LINE で友達になっていただけたら嬉しいなと思います。ということで、ではまた。結構高い牛乳を買って、それでチーズを作ってみました。クリームチーズです。前も作ったんですけれども、その時よりか今回苦戦しました。ちょっとなぜなのかよくわからないんですけども、いわゆるホエーという乳脂肪分を取り出した、その乳脂肪分がチーズですけれども、それ以外の部分、それがホエーですけども、そのホエーが結構白いんですね。僕がイメージしてたのは、ヨーグルトを食べようとした時に開けると白くない液体があります。それをホエーと言いますけれども、ちょっと違ってて白くて、結構まだ牛乳臭さが残っていて、どうかなと思いながらも、しっかりとチーズは作れたので、そのホエーを使ってスープを作りました。そしてついついカレー味にしちゃいました。でもこのカレー味が結構美味しくて、カレーうどんで食べたらバッチグーでした。適当に味を見ながら作っていくので、ついつい違った方向に流れていってカレーになったんですけども、カレーになる前に一回中華風にしたかったんですが、どうしてもカレーにしたい衝動が湧き上がってしまってやっちゃいました。まあ美味しかったのでいいんですが、次回は中華のサンラータンスープにしたいなと思っています。ということで、ではまた。